私にとってはグロテスクなだけで、思い浮かべるだけで鳥肌が立つ模様ですけど、まあ好みは人それぞれですから。鳥肌、鳥が、はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、前回くるぶしのおかげでちょっと鉄鉱石30個集まったけん、これでお店ができるんじゃないのか、知らせに行ってこよう。どうもー、アミノさん、いらっしゃいませ。今日はどうなさいましたか？お店の建設の件で。ただいまお店の建設に必要な資材提供のご協力を住民の皆様にお願いしております。提供します。資材をご提供いただけるんですね。ご協力感謝いたします。それで今回お持ちくださったのは、なんと一気に全部揃えてくださったんですね。では4種類の資材を全てご提供いただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。もう渡す前にありがとうございます。これでお店の建設に必要な資材が全て揃いました。ではお礼の品ですが、まずは MA1、 何それと、紫のシンプルカーペットと、あとフィットネススイートパンツをお受け取りくださいませ。ふんふん、なんだかいろいろとくれるのね。一番最初のがよくわからんかったけど。それともう一つ、今回こうして資材が揃ったおかげで建設の準備が整いましたので、立役者である愛野さんにはぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を進呈させていただきたいんです。ふんふんふん。そのお店の工事看板をお好きな場所に立っていただければ工事の手配を進めますので、アイナさんがどの場所を選んでくださるのか楽しみにしていますね。今回は全ての場所を自分で決めれるんやね。本当に全部作り込めるって感じ。さあ、ということなんだけども、どうしよっかな。この辺、ここはあれか、木が邪魔だな。ま、木は後から壊せばいいとして、これか、お店の工事看板。あ、ちょっと待って、ここはどうすか、立てれんかな。あ、でっか、思った以上にでかかった。この辺に施設を集める感じにしよっかな。でも博物館とかも建てんといかんねやろ。ってことは博物館をここに建てるとするけん、こっち側かな。でも果物の木がなくなるのはなって思うけん、この辺りか、建てれるかな、ここ。え、建てれるん？木はのかしてくれるってこと？想像してみる。ここに決めちゃおうかな。ちょ、待って、考え直すわ。考え直すわ。なんかテントとか見にくくなるね。ちょ、木をどけてくれるんやったら、こっちは？ちょっと待って、広場が近すぎる。ここは、どうや。お店の建設予定地、ここにしようかな。想像してみる。ちょい、君邪魔よ。君邪魔よ。じゃあ、ここにするわ。イェーイ、なんか知らんけど、木いなくなった。もしかして、そこに置かれてる木がすでに。お店の場所を決めた。暮らしが便利になる予感。ねえ、いいね。これでそこに狸商店ができるわけだ。ふんふんふん。良きかな、良きかな。さあ、そして、やっぱりあれなんよね。新しく来るこの、家の場所が全然、ないんだけども。どういうことなのかしら。どういうことなのかしら。あ、そういえば、この、あ、あったあった。この、光る地面、結構前に発見しとったけど、一日に一箇所必ず光る地面があるらしくって、多分、必ずかどうかわからんけど、で、ここを掘ると、お金が、センベルを掘り出した。
でもって、この掘った後の地面が金色に光るんやけど、ここにお金を、ま、このまま埋めよう、私は。はい。ここにこれを埋めると苗ができて、で、それが育つとお金のなる木になるらしいです。これはじょうろであげた方がいいんかな、水。とりあえず水やっとこう。ずれてない?これであげれたかな?まあ、多分あげれたはず。よし。あ、で、たぬきマイレージが。今のマイレージは?どこや?あ、これや。謎の埋蔵金。まさかこの島で埋蔵金が発掘されるなんて、移住してきた時は思ってもいなかっただもん。この大発見のお礼に、たぬき開発からマイルを差し上げましただもん。肩書き、ついてる系、ふわっとしてるね。たぬきマイル300マイルゲット。イエーイ。んで、とりあえず、なんか着替えもらったよね。フィットネススウェットパンツ。あ、MA1 って服なんや。じゃ、これ、両方揃えたらなんか、おぉ、かっこいいやん。おぉ、なんかめっちゃカジュアルでいい感じになった。いい感じになったよ。よきよき。ってことで、ちょ、壁紙。変えよ変えよ。よしよし。壁紙?床か。カーペット。まあ今のこの状態でも私的には全然満足ではあるんやけど、紫のシンプルカーペット。おー、なんかだいぶ雰囲気変わるね。どう?どっちの方がいい?いや、でもどっちもなんか、どっちもいい感じよね。どっちもいい感じよね。まあ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 。あ、てかあれかな。ちょっとこの上の、間違えた。方向変えただけになったわ。ランプのけて、じゃ、スイッチこっちに置いとこう。よし。これで良きやろ。んで、ちょっと、このさ、上の帽子は選べないものなのかい?帽子は選べないものなのかい?あ、もしかして、ちょっと待って。これちょっと元に戻して。あ、なるほど。プラスボタンを押したら、壁のものを掴むことができるんやね。ちょ、待って。こっちの、あれ、どこ行っ、ちょ、これで、あの、姿見の方、こっちに。もしかしてこれ、あ、結構上の方とかにもできるんよね。なんかここに、置いておくと。え、良きじゃない?良きじゃない?ほら、いい感じ。さ、これであと、違うわ、収納。これであと、収納。秋色チェックワンピースを収納します。あ、壁に飾ってもいいけど。壁に飾ろうか。じゃあこっち側の壁に、このチェックワンピースを、飾る。なんか思ったより上の方やな。もうちょっと下でいいんじゃない?もうちょっと下でいいんじゃないの?ほらほら。このぐらいでいいと思う。あ、良きかな、良きかな。なんかいろいろ、ね、現実的な感じ。いいね。鉄鉱石。まあ、この辺は持っといても大丈夫か。パイン材フローリング。これちょっと収納しとこう。イエーイ。ちょっと物が増えた。よしよし。いい感じ、いい感じ。あ、そういえばこの辺にもなんかいろいろと置いてあったんやっけ。まあ、いろいろとって言っても3つぐらい。これ、1日1個必ず落ちとんかな、もしかして。メッセージボトル。これを拾ったラッキーなあんた。昨日ベッドに寝転がって漫画を読んでたら突然再婚レシピを思いついたの。瓶に入れておいたから見てみてね。このレシピ絶対流行るから。
作ったらみんなに自慢したい。 DIY アイドルチエリより。豚の女の子かなこれ。貝殻のテーブル、え、めっちゃいいやん。ふんふん。貝殻のテーブルのレシピを覚えた。これはやっぱり貝殻がいっぱい必要ってことかな。DIY レシピ。貝殻のテーブル、サンドダラー7と粘土3。粘土は預けとったんやったっけな。ちょっとどれがサンドダラーかよくわからんけど、とりあえずひょいひょい拾っておくか、いろいろ。いろいろと。で、向こう側にもちょっと行ってみて。あ、ハンナちゃん。外に出てきとる。やっぱあれかな、時間帯とかによっても、釣れる魚とかも変わってくるよね。おや、今日はよく会うね。いっぱい話せるから楽しい気ださ、だってね。世間話でも。あんた、たぬきつさんにお願いして家を建ってもらったんだね。マイホーム完成、おめでとう。あんたの部屋はどんな感じなんだい？今度遊びに行った時に中を見せておくれ、だってね。え、全然いいよ。遊びにおいで、遊びにおいで。あ、アイナさん、どうもです。島での暮らしはいかがですか？それはそうと、お店の建設の件、資材集めから場所の決定と、何から何までお世話になりました。アイナとは皆さんに愛されるお店を目指して頑張りますので、期待していてくださいね。そういえば、位置決めてから、報告してないけど、報告いらんのかな？どこやっけ？こっちか。とりあえず、話してきとこう。どうも、位置決めたよ。アイナさん、お店の工事看板を立ってくださったんですね。明日には開店できるように、大急ぎで工事を手配しますので、楽しみにしていてくださいね。で、新住民の場所はどう？アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。ないね、別に。そうだらもね。アイナさん、お店の建築資材の件、どうもありがとうございましただもん。もうアイナさんにアドバイスするどころか、逆に島作りのアドバイスを受けたいくらいだもん。そんなに？そんなことないやろ、全然。さあ、それじゃあちょっと、あ、そうそう、網を作りたいな。ちょ、網作って。網作って、で、確か2種類ぐらい、私、風太くんに、渡さんまんま逃がしたやつがおったと思うんやけど、どれやったか忘れてしまったな。とりあえず、しょぼい網作って。しょぼい網。よし、来た。アゲハとか渡しとったっけな？なんか渡してないような気がするんよね。よいしょ。アゲハチョウを捕まえた。アゲアゲだ。それぐらいかな。あとは特になかったような気が。よくわからない。よくわからん。花が咲いたらね、テントウムシとかやってくるんやろうけど。お、地面に座ってる。木陰で休みよんかな。で、なんかどこかしらにさ、穴とかなかった？気のせいかな。あ、てかたぬき商店の建設予定地とかにも、穴が開いとったけど、あれそのまんま、立ててしまったけんな。よし、とりあえず化石一個。さあ、じゃあこの二つ渡してきますか。アゲハチョウ多分、渡してなかったんじゃないかな。どうも。こんにちは、アイナさん。訪ねてきてくださって、どうもありがとうございます。何かご寄贈くださるものをお持ちだったり、私にできることがありましたら、いつでもお声がください。化石の鑑定。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。なんかふうこちゃんの方は、定期的に村に訪ねてくる感じのキャラになるかも、みたいな。聞いたけど、どうなんやろうね。どれどれ、ふんふん、なるほど。ほほう。これは紛れもなく足跡の化石っすね。
何の足跡？それにしてもいいですね。これ、まだ展示予定に品物のない、とっても珍しい化石ですよ。この足跡の化石があれば、博物館のオープンに向けて、大きく一歩前進できるんですが。いかがでしょう？この化石、私に預からせていただけませんか？寄贈するよ。ほほ、よろしいんですか？では、お言葉に参させていただきます。いやー、まさか足跡の化石がこれほど良い状態で見つかるとは。せっかくですので、ちょっと解説いたしましょうか。お願いします。そうですか、そうですか。お任せください。それでは、5本。足跡の化石はですね、海底や砂漠などの柔らかい土についた足跡が化石になったものです。この化石からわかるのは、その生物の行動範囲や群れとの関係性。最近では体調や歩き方、歩く速度なんかも推測することができたりするのです。恐竜時代に日常に起きていたドラマを身近に感じることができる、すごい資料だと思いませんか？と、まあ、こんな感じでございますです。はい。ではこちらをお預かりしておいて、博物館が完成した暁にはいい感じに展示させていただきますね。他にも寄贈いただけるものをもしでしたらお預かりしましょうか。うんうん。言ってくれるってことは多分寄贈できるってことよね。お、できるできる。アゲハチョウ。あともう一種類なんかあったと思うよね。ああ、ムカデも持ってきたかった。ひ、アゲハチョウ。あ、いえ、なんでもありません。ちょっと苦手なだけですので。極めて個人的、かつ生理的な事情により、客観的な情報をお伝えできる自信はあまりないんですが、それでもよろしければ一応解説いたしましょうか。あ、今回はもうちゃんと全部解説がつくんやね。してして。あ、聞きますか。それでは、5本。なんなら個人的な思い出話とかでもいいんやけどね。なぜ苦手になったかとか言う。アゲハチョウといえば特徴的な羽が美しいと言われていますね。私にとってはグロテスクなだけで、思い浮かべるだけで鳥肌が立つ模様ですけど。まあ、好みは人それぞれですから。鳥肌、鳥が。とは言いましても、さすがに幼虫が可愛くて仕方がない、という方はそう多くはいらっしゃらないかと。アゲハチョウの幼虫と聞くと、緑色の青虫を想像すると思うのですが、小さい頃は白と黒のまだら模様なんです。あー、わかる。ちょっと気持ち悪いやつ。普通の青虫よりも気持ち悪いやつ。実はこれ、敵に襲われないように、鳥の糞に見つかけているのだとか。あー、気持ち悪い。個人的感想めっちゃ入るやん。まあ、それはさておき。たとえ苦手なものであっても、責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。これで博物館のオープンに必要な展示品はあと9点となりました。引き続き博物館のオープンに向けてご協力をお願いいたします。あと9か。結構もう前進した感じやね。そして、あ、今のか。何の化石かな。化石を鑑定してもらった数に応じて参りのプレゼントを実施中だな。もたくさん発掘していろんな化石を調べてみてちょうだいね。ってことで、肩書き、名もなき何か、名もなき何か。たぬきマイル300マイルゲット。結構あっという間にマイル貯まるね、やっぱり。よきよき。さあ、てことで、まあ、他にも、いろんな、なんていうの、動物とか、ゲットしたいし、次回はちょっと、また島に向かってみようか。次はどんな島にたどり着くんかっていうのも楽しみやしね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。勧誘した子がいつやってくるのか、どこにやってくるのかもめっちゃ気になるんやけど、多分今までの感じで言ったら私がテントを置くことになるよね。多分。